だ。まっすぐ動いてたね。しっかり今日やっぱり女子同士の試合はやっぱりおばあちゃんが全然上勝ったんで、その分自分がやりやすいものになって、そうですね、まあ、今日は本当におばあちゃんがしっかり前衛で触ってくれたので、すごいです。やっぱ川ちゃん少し早いんで、まあ、元々自分ダブルなんで前衛の方なんで、大体コアちゃんスマッシュ打った球に対して、その返ってくる球が大体分かってくるんで、まあ、それが今日はたまたまそれが当たってプッシュ打って決まる形になったので、それでちょっとずつ流れが良くなってきたんで、まあ、自分もちょっと前に出て勝負しようかなって。いやでも自分が前で萎縮した時とか、ちょっと迷った時とかは、そうした時に自分も考えると、気持ち的にもしっかりできるし、相手のパターンでも点数取れるっていうパターンも前よりもしかするんだから、そういう時は自然と前に向けてくれるんで、それにすごい助かってます。まあ、合宿の時ぐらいしかできないんで、まあ、ここ最近は社会人で試合が来て、で合宿に臨んでる形なんで、やっぱ今までの中で一番大きい形に入るときに、それが良かったと思います。でも、はい、バックアップで今まで、数回ですけど。こういう結果出ると、今後は、そうですね、まあ、3つもやられるというのは分かったので、なんか大きくなってきたな、そうですね、やっぱり3つの処理っていうのも大変に繋がってくると思うし、まあ、全ての勉強できていると思うので、まあ、どっちとも、まあ、頑張って、まだやれる、どちらともやれる年なんで、じゃあ、挑戦していただきます。十年に加えて。はい。十年に加えて。もう、今の試合、ほとんど持ちゲームに見えるなんか、特に、もう、見事なまでのシーソーゲームで、まあ、点数の推移だけ見ると、我慢の試合を見ると思いがちですけども、試合見ると、バチバチだったじゃないですか。あそこは意識としては、もう我慢なのか、我慢の意識が、それも攻撃的意識だったのか、そのレートが非常に高かったんですか。どちらかというとサーブとサーブレシーブ場面で点数が覚えてたので、うん、まあ、自分のサーブがなかなか後半に入って赤になってきたし、うん、まあ、それで自分のサーブでとりあえず1点決められる形になるので、まあ、最後ら辺はしっかり集中して、その自分の1本を決めれば、まあ、2点、3点入っていくと思ったので、それでサーブとサーブレシーブは集中しています。そうですね、ラリーをした感じは全然負けてないっていうのを気づいたんで、まあ、まずは最初だけ1、2球は勝負して、ラリーになったら、まあ、自分のプレーヤーが低い展開をやっていく。すごい速い展開でゲームが未来相手が組んで、そういう風に2人でしたのか、でも2人が組むと割とそういう風になるのかって。そうですね、まあ、立ち上がりで大きい展開で裏切りをしようという状況が低い展開で、まあ、風もあったんで、風で低い展開だと動いて、なんか精細が返ってくると思うんで。あ、私もやっぱりリーチもあるし、低い展開でサイドとか行って、そこで我慢して上がってきたところが大きかったから、やっぱり大きい展開すると、まあ、高さもあるし、レシーブで作ることが難しかったから、そこに行くまでをしっかり集中して、っていうような戦い方は、してました。
低い展開というのは最近主流だし、低い使う面もあると思う。女子だと、女子からしながら